内陸圏埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。まずは鮭さんに幼少期に抱いていた海のイメージを聞きました。埼玉出身なんでね、海がないんで、イメージっていうとやっぱり夏、すごく印象的だったのはね、入道雲。でもなんか海でね、浮かびながら見た入道雲っていうのはすごいやっぱ強烈でね、なんか本当に爆発した煙みたいにずーっとそれを見とれてたっていうかね、大人になるにつれて海に対するイメージはまた違った角度から感じられるようになったといいます。大人になってからはもっと視野が広がったっていうかね、飛行機乗ったりして空から見る海だったりとか、旅行行ってね、大西洋見たとか地中海見たとか、より大きい実態を感じるようになった。やっぱ子供の頃はなんかね、やっぱりもちろん太平洋なんだけど、なんかやっぱ途方もないだけで、見たことない、想像もあんまりつかないみたいな感じだったね。これまでさまざまな海の景色を見てきた鮭さん、そんな鮭さんのベストスポットとは。ロサンゼルスとサンフランシスコの間、ずっと国道がね、海沿い走ってるんですけどね。あの辺って全部崖がすごく高くて、でその崖沿いに道があって、もうそれはもう最高だったな。次回は海や山の自然の魅力に引き込まれた鮭さんのお話を紹介します。曲作りにも大きな影響を与えているそうですよ。お楽しみに。海と日本。